小顔効果ということで、よくわかんないですね。まあ、今回の企画は、YouTuber 御用達の iMac ってやつか、まあ、据え置きとかノートパソコン、あれ変えるまでここ編集点作ったから、まあ、あれ変えるまで、まあ、どれくらい時間かかるのって話で、まあね、そのなんつうんだろうな、バイトするのは現実的なわけよ。 YouTube だけであのパソコン買うにどれくらいかかんのって話よね。俺の才能が先かね、現実が先か、どっちか。俺の才能が先で、その Mac 買えたら俺はもう YouTuber として最強になれる。バイトで買うようになったらノンノンノンだよね。ノンフライ。もうそれまで俺は、まあ、それまでにね、バイトしなくてもね、俺仕事したくないんで、まあ、大学院まで行こうかなと思ってて、その大学行く理由っていうのが就職に便利だからとかじゃなくて、単純に仕事したくないんですよ。バイトしたくない。働きたくない。働きたくないんだよ俺は。グループ YouTuber になったらな、メンバーに俺養ってもらうんだよ。なあ。メンバーに養ってもらうためにグループ YouTuber になると言っても過言ではない。ってわけじゃないんだけどね。その単純に、やっぱ一人の知恵や知識では、賄えない範囲をね、みんなでやっていこうって話。ジャパンカウントダウン。そんな感じですよ。俺がね、才能が先か、もう俺の、まあ、この抜群の面白さが世に認められるのが先か、まあ、我慢と現実、我慢と勝負だ。もう俺のね、このね、抜群の面白さが世に知らしめるのが先か、もう単純にもう、へいへいボンボンとね、24歳までに俺はね、大学院って何年くらい入れんだろうな。まあね、何歳で俺、自分のね、立てたお金で iMac 買えちゃうっていう企画だよね。その動画の収益だけで。って言っても、動画の収益だけでってやる、結構1500万回再生とかいかなきゃダメで、ミリオン15本だよね、簡単に言ったら。まあ、数字的に簡単に言ったら15本だけど、ミリオン15本。ほほほほほほ、すごい数字ですね。まあね、まあ、これからはね、ちょっとね、あるあるネタを、あるある言いたいじゃなくて、普通にね、あるある、あるある、ラルラルあるあるみたいなのもやんないっす。はい、ということで、羽島恭志郎の、ハンドスピナーないない。とか、なんかそういうシリーズをね、ないないってシリーズを作ってきたよね。まあ、今はね、今やってるの、足かせ TV っていうのを作って、全国の足かせを紹介するね、テレ、T、チャンネルを作ろうかなって思ったんですけど、めんどくさいんで。で、今ね、第3回、第2、1回、100均の足かせ紹介しておしまいです。まあ、これから各地でいろんな足かせ、まあ、手の届く範囲の足かせを買っていこうと思います。ということで、次回の動画で会いましょう。まあね、俺どれくらい、まあ、パソコンだよね、30万のパソコンとか、まあ、その中のアドビとか、ファイナルカットプロ、だからその設備をしっかり整えるのに、動画収益だけでっていうね。ということで、その前に俺は足かせ TV を、足かせ TV をやっぱ第100回とか第100回まで行きたいな。まず全国に足かせ100個あるかだよね。ということで次回の動画で会いたいです。